腹筋と背筋を使ってアンジュレーションとリバースアンジュレーションやっていきましょう。はい、皆様こんにちは。エアリースタジオベリーダンス講師のナシームです。いつもこのエアリースタジオチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。前回もアンジュレーションはやってるんですけれども、もう一度振り返って背筋、肩甲骨周り、この腹直筋しっかり動かしていきたいと思います。はい、ではレッスンを開始いたします。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ドンタクドンドンタクドン SS タク S ドンドンタク SS 10拍子サマーイサキールですね。まず肩回しからいきます。しっかり肩甲骨動かして、そしたら次に胸を前と後ろにぐーっとね、前に突き出してぐーっと後ろに引きます。腰が痛い方はね、気をつけてください。今日はアンジュレーションとリバースアンジュレーションね。まずこの胸をアップします。そしてゆっくり元に戻してください。アップしてダウンして戻します。今日ね、解説をしっかり入れておりますので、わからないなっていう方はね、解説をご覧ください。首長くしてくださいね。アップダウン、アップダウン、アップダウン。早いのが難しい方はゆっくりでも大丈夫です、ね、これは本当ね、これやるだけで体が熱くなるんですよね。寒い時にはいいんですけれどもね。呼吸もね、忘れないようにしてください。そしたら前にしてアップします。後ろに引いてダウン、前にスライドしてアップして、後ろにスライド下ろす。1、2、スライドで3、4で下ろします。1、2、3、4、これをつなげて縦のローリングですね。1、2、3、4、1,2,3,4 となっております。まず上半身の胸だけ今回しております。少し早めに。この時に肩と肘が動かないように気をつけてください。胸だけがこう 3D でね、前に出てるような感じです。そうそう、呼吸をしっかりして、はい、今度は下に流していきます。下に流す、回して、回して、最後回したら下に流してください。今度はね、アップから始まって前にスライド、下ろしてスライドします。アップ、スライド、下ろしてスライド。ちょっとね、分かりにくいかもしれないんですけれども、今度ね、逆バージョンですね。逆回しをしております。これは、反時計回りって言ったら分かりますかね、うん、上から下にローリングしております。この動きがリバースアンジュレーションになります。下からぐっと持ち上げて、下からぐっと持ち上げてください。この動きね、すごく難しいんですけれども、解説の方で本当にしっかりね、お伝えしておりますので、まずは解説から見た方がもしかしたら本当にいいかもしれないですね。アンジュレーションとリバースアンジュレーション、こちらをしっかり使い分けてダンスに活かしてください。
アンジュレーションとリバースアンジュレーション難しいんですけれどもできるようになりますのでご安心ください。では解説をしていきたいと思います。胸をとにかく大きくウェーブさせるのがそのアンジュレーションの特徴となっておりますので、まずねこの腹直筋ね、このシックスパックっていうところの筋肉と背中ですね、肩甲骨周りをしっかりと動かしていきます。肘と肩が動いてしまって構いませんので、大きく前と後ろ、前へ、前に行くときは腰反りますので腰痛めてる方は気をつけてください。そしてぐーっとこれで今度は肩甲骨を引き離すような感じですね。今ある肩甲骨を引き離すような感じでちょっと猫背っぽい感じなんですけれど引き離します。この肩甲骨と腹直筋の可動域をちょっと確認します。これができるようになったら今度は肩と肘を動かさないようにしっかり固定します。ウエストを持ってしまうと肩が上がってしまいますので、この股関節あたりに手を置くと肩が上がりにくくなります。ここの肩と肘が動かないように今度は胸を上に上げる感じですね。腹直筋の、起始部と停止部があるんですけれども、停止部の部分を親指で誰かにぐーっと上に上げられているような感じ、ぐーっと上に上げます。この時についでにここの大胸筋も意識してみてください。そうするとこのねバストアップにもなってきますので、この大胸筋もしっかり意識してみましょう。ぐーっと上げます。上げた時にこの腹直筋、大胸筋の上の方、そして肩甲骨、こちらの3つ意識します。アップして、で下ろす時もドスンと下ろさないでゆっくり下ろしてください。ゆっくりアップしてゆっくり下ろしていきます。ゆっくりアップして、で肩甲骨が寄ってゆっくり下ろして、肩甲骨が元の位置に戻る感じですね。肩甲骨を戻しすぎないようにしてください。しっかりアップしたそのまま元の位置に戻します。これができるようになったら今度はちょっと横向きますね。スライドします。胸を前にスライドさせます。親指に重心がかかるようなイメージですね。そしてこの胸をそのまま上に、この腹直筋の停止部を意識して上に上げます。上に上げ、そしてこの上に上がっている状態で後ろにスライドします。今度はかかとの方に重心が来るようなイメージですね。親指もスタンプしておいてください。つま先が上がらないように気をつけます。そしてこの胸がアップしている状態なんですけど、これを下ろします。前にスライドして上にアップして、後ろにスライド戻して胸をゆっくり元に戻します。1アップスライドダウン、この4点をゆっくり円になるように1から4をつなげていきます。1、2、3、4、これが胸のローリングですね。縦にローリングしていく。アンジュレーションはさらにここから下に流していきますので、ぐるっと回して、最後下ろしたら、溝落ちをインして、今度は骨盤をアウトします。ぐるっと回して、最後ダウンしたら、溝落ちをインして、インをすると骨盤が後傾しますので、これを前傾にします。せーの。1,2,3,4 ダウン、イン、アウト。で、これを滑らかにウェーブさせていきます。この時に注意することが3つあります。まず1つ目は呼吸をすること。吸って、吐いて、下に下ろす。吸って、吐いて、下に下ろす。吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて。二つ目は、せっかくなので内転筋も締めていきたいと思います。緩んではできるんですけど、そうすると下半身もったいないじゃないですか。時間がもったいないので、この時私は内転筋をしっかり締めて、ね、ここに棒を挟んでグッと内転筋を締めている状態でアンジュレーション。これ難しかったら膝は緩んでもいいんですけれども、まあ、できる方は内転筋も一緒に使ってみてください。そして三つ目は顎ですね。このアンジュレーションでぐーっと胸を持ってきて、このダウンして戻す時に顎が二重になってしまうともったいないですから、顎とこの鎖骨の間は一定にしておいてください。
なので、胸が上に上がろうが、下がろうが、首は長い。こうならないように、しっかり肩を下ろすんですね。肩を下ろすと首が長いまま、そしてアンジュレーションができてきます。リバースアンジュレーションは、ただ単にこれの逆です。まず胸のローリングからいきたいと思います。さっきは前にスライドだったんですが、今度は上に上げます。1で上、2で上に上げたまま前にスライド、親指スタンプ。そしてこのまま3で下に下げます。そして4でスライドで戻してくる。アップして、前に出して、下ろして、スライド。本当にちっちゃくていいので、自分の頭の中でしっかり上がって前に出て下ろしてっていう、小さくていいんです。大きくなくていいです。これやってるうちにだんだん大きくなってくるので、まずは丁寧にアップしてスライドして下ろしてスライドするっていうのをやってみてください。4点をしっかり結びます。リバースアンジュレーションはアウトから始まります。アウトしておいて、イン、溝落ち、インして、胸が後ろから前。せーの、イン、イン、後ろから前。イン、イン、後ろから前。これね、難しいかもしれない。初めはアンジュレーションをやってください。アンジュレーションができるようになってから大丈夫です。腹直筋で上に上げてください。はい、いかがでしたでしょうか。以前にもこのアンジュレーションとリバースアンジュレーションやっておりますので、もっと詳しくゆっくりやりたいという方はそちらでぜひやってみてください。アンジュレーションとリバースアンジュレーションでした。チャンネル登録まだの方はね、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。毎週土曜日の18時30分にアップしております。ショート動画ですね。ながらベリーダンスエクササイズアップしておりますので、チャンネル登録の方お願いいたします。あと、インスタグラムもアップしております。もしよかったらそちらの方もフォローをお願いいたします。今日もありがとうございました。バイバイ。木村かすみワークショップ、ピロ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 、埼玉朝霞、オーガナイザーナシムさんにお世話になりました。ありがとうございます。皆さん楽しかったですか？ありがとうございます。じゃあかすみチャンネルの登録もよろしくお願いします。皆さん盛り上げて、イエイイエイイエイ。